エドワードエンターテインメントグループ。エドワードエンターテインメントグループ株式会社は、仙台市に本拠を置き、アーティストマネージメント、ライブの企画制作、インディーズ系、レコードレーベル、アンダーホースレコーズよびライブハウス、ダーウィンの運営などを行う総合音楽会社である。支点経済都市である仙台市には、中央資本のレコード会社20社が営業所を構えていたが、 2000年、平成12年に、それらすべてが閉鎖されたことで、東北地方の音楽市場にはニッチが生まれた。このニッチ市場に参入した企業の一つが、エドワードリミテッド、現在のエドワードエンターテインメントグループである。情報発信の中心地である東京ではなく、地方都市に本拠を駆動者が、地の利の悪さを克服できたのは、まず、 エーベックスやユニバーサルミュージックといった全国への宣伝力がある東京資本のレコード会社と経営したことによる。もう一つは21世紀になって特に発達したパソコンや携帯電話のインターネット、すなわちウェブサイトやモバイルツールを営業活動上の重要なインフラとして有効活用したらであり、さらに街なりと言われる 営業方法を加えることによって人気アーティストを生み出してきた。同社には、モンキー・マジックをはじめとする人気アーティストが所属しており、地方発信型アーティストが活躍する現在の J-POP シーンの一角を占めている。エドワード・エンターテインメントグループ所属アーティストの一覧。メジャーデビューしている場合は、所属レーベルも記載。アンダーォースレコーズ、アンダーォースレコーズは、 エドワードエンターテインメントグループが運営しているインディーズ系レコードレーベル。レーベルの名称はモンキーマジックメンバーの以前の住居の最寄り駅である JR 東日本戦績戦下馬駅、宮城県多賀城市の英語直訳に由来する。以下は同レーベルから CD を発表したアーティストの一覧である発売順。ダーウィン。 仙台市都心部にあるアーケード街のブランドーム一番町に開設された東北放送と同社が運営するライブハウス。東ライブハウスの情報を中心とした音楽ミニ番組ダーウィン TV が TBC テレビにて2012年9月期まで毎週木曜日の深夜に放送されていた。仙台市消防局が算出した収容人員約140人に対し、 収容人員約100人で届け出されたため受理されたが、オープニングイベントで連日400人を超える観客を入れて営業したことが発覚し、消防法などに定職するとして同局から指導された。失われた10年の中でも特に企業が不良再建問題で危機的状況にあった1990年代末、一方でインターネットに代表される情報技術が発達し、 2000年、平成12年には IT 革命が流行後となると一般に広まった。このような背景の下、支店経済都市である仙台では、中央資本の支店や営業所が次々閉鎖される現象が仙台の景気の底と見られる2003年、平成15年頃まで続いた。J-POP 業界では1998年、平成10年をピークに翌年から、 CD の売り上げが減少し始め、2000年、平成12年には、仙台にあった中央資本のレコード会社20社の全営業所が閉鎖される事態となった。これ以降、東北地方での営業、工業、新人発掘などは、仙台においた各社の駐在員、あるいは地元企業へのアウトソーシングが基本となる。後にエドワードリミテッド。 現在のエドワードエンターテインメントグループの社長となる、今野誠は、バップレコード会社の仙台営業所に勤務していたが、常日の流れから、自分の勤める仙台営業所も閉鎖された。同僚全員が東京に引き上げる中、今野はソニーレコードに転職し、仙台駐在プロモーターとして、東北地方で新人発掘を担当する道を選んだ。この頃、青森県で、 アマチュア活動をしていた、モンキーマジックから、デモテープを受け取り、メンバーのメーナード・プラントとウルシ、うるし、坂美沙夫が仙台に呼び寄せられる。2004年、平成16年、コンロが独立して、芸能事務所の、エドワード・リミテッドを設立し、モンキーマジックらが所属した。また、所属アーティストが、音楽活動をするためのインディーズ系、レコーレーベル、アンダーホースレコーズも設立した。 翌2005年、平成17年秋、モンキーマジックが、エーベックス、バイノルリコーズと契約し、同社所属アーティストで初めて、メジャーデビューした、デビューシングルは2006年1月18日発売。続いて、セカンドシングル、アラウンドザワールドが、フジテレビ系、月9ドラマ、最有機の主題歌に起用され、2006年、平成18年2月22日に発売。 オリコンチャートにて初登場4位を記録するなど、一躍、トップアーティストの仲間入りを果たすと、同社も軌道に乗り始めた。2007年、平成19年には、モンキーマジックの、空は、まるでや、続いて同社からメジャーデビューした、グリーンの、まな歌などもヒットし、2008年、平成20年には、同社3組目のメジャーデビューとなる気まぐれんの、ライフなどもヒット、同年い ファイ・キャンプが、ポカリス・エットの CM ソングとして、ヒット、2011年、平成23年には、霊気が、100万回のアイラブユー、で、大ヒット、2012年、平成24年には、ティーナ・カリーナが、アンタで、話題沸騰。現在は、エドワード・エンターテインメントグループに社名を解消し、定前寺通り沿いの西北町から一丁南で、 家境院通り沿いの本町に会社を移転している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。